映画トゥークールトゥーキルを見た。佐藤浩一主演、三谷幸喜作のザ・マジックアワーの中国版リメイク。言い寄られてるギャングのボスに、誰も姿を知らない殺し屋カールを知ってるかと聞かれた女優マリー。知ってるわ、私のファンよと言ってしまい、連れてこいと言われました。誰も素顔知らないなら誰でもいっかと、クセ強いエキストラのウェイをおだてて殺し屋役をオファー。カメラはあえて隠して全方向から撮るし、台本はなくて全部アドリブでいく。あなたの才能を買っていると押し切り殺し屋役をさせる。初主役で浮かれてめっちゃ役作りして殺し屋役をはちゃめちゃに振る舞うウェイ。ちぐはぐな設定に翻弄されるギャングたち。なお本物の殺し屋だと思っているギャングたち。おかしいなぁと思うも、迫力負けするギャングとヒヤヒヤのマリー&監督の対比が面白いです。